YouTube のコメント欄への質問に動画で回答します。はい、こんにちは、ハッチンドです。今回からですね、 YouTube のコメント欄の方に結構ね、いろいろ質問をいただいてるんですけれども、その質問ね、簡単な質問だったらこうテキストで返すんですけれども、結構ですね、やっぱりテキストで返そうと思ってもうまくこうニュアンスが伝わらなかったり、回答するのにもね、結構5分くらいやっぱかかるんですよね。なので、結構時間がかかりそうなやつはもうなんか動画を撮った方が早いかなと思って、ちょっと長めの回答になりそうなやつは動画で回答しようかなと、はい、いうことで、ちょっとねこんな感じで動画で回答する動画を撮ろうと思います。なので YouTube とあとね、LINE アットの方とかの質問にも、はい、同じようにね動画で回答したいと思いますので、はい、LINE アットもしくは YouTube のコメント欄の方ですね、はい、質問いただいた方には回答が長くなりそうなやつは動画で回答することにしましたので、はい、よろしくお願いします。で、一応ですね、サムネイルですね、サムネイル一応こんな感じで作りますということでね、お知らせになりますけれども、まず CKD って何っていうところで、まあ、コメント回答動画の頭文字を取って CKD と、でその横に数字があるんですけど、数字はまあ8月23日、今日ね8月23日なので、その動画だから明日の動画だったらこれが0824になるっていう、まあ、そういう感じで覚えていただければいいのかなと。で、ここの欄にはですね、今回コメント回答する動画のサムネイルですね、まあ、YouTube の質問があった動画のサムネイルをここに載せてますので、まあ、サムネイル見ていただいて、ね、この辺の質問の回答が載ってるんだなって、はい、理解していただければと思います。で、ただですね、サムネイルね、全部載せちゃうと細かくなっちゃうんで、まあ、1個から3個くらいが限界かなと。4個以上だとちょっとね見えなくなっちゃうので、まあ代表的なものをここに載せて、だからもしかしたらね、回答する動画のコメント10個とかある場合もあるかもしれないですけども、まあ、そんなにないか、はい、まあ、そういう時でもサムネイルはまあ1個から3個載せるようにしますと、はい、いうことなので、まあこんな感じでねサムネイルは作っていこうと思います。はい、じゃあですね、早速ね YouTube のコメント欄にいただいた質問に回答していきたいと思いますけれども、はい、まずこちらですね、タイムストープの、シティウォークのアプリのお話ですね。昨日シティウォークを iPhone にインストールしましたが、歩いても歩数がカウントされないようでタウを獲得できません。最新のアップデートで、ヘルスキット API を返さない仕様になったらしいですが、これが原因でしょうかということなんですけれども、これね、私逆にですね、アップデートしたらちゃんと動くようになりましたっていうのが私の回答ですね。それまではですね、なかなかヘルスキットアプリとうまく連携できてないのか、他のね、ウォークトゥーアンのアプリ、ステラウォークとか、あとはスウェットコインとかアグレットとか一緒に起動させて、まあ、歩いたりジョギングしたりしてるんですけれども、そちらの他のアプリはね、ちゃんとこうカウント、ね、歩数カウントアップされてるのに、シティウォークだけが全然ね、カウントしてくれなくて、結構ね、3000歩とか歩いても、やっと1タウ獲得できるとか、そんな感じだったんですけれども、このね、先日のアップデートした後は逆にこう10歩ごとくらいずつにカウントアップされるようになったので、むしろね、私はアップデートも、うまくいくようになりました。なのでね、ちょっとね確認していただければと思うんですけども、ちょっとね私のアプリの画面を見ていただきたいと思います。それではね、タイムストップの iPhone 版シティウォークの方で今ね、歩けないので手で iPhone を振って、でここの数字がねちゃんと定期的にカウントアップするよっていうところをお見せしていきたいと思います。じゃあね、振りますね。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,3,4,5,6,7,8、 あ、今増えましたね。119から141になりましたね。 1,2 はい、こんな感じでだいたい、そうですね、10歩ずつくらいでカウントされている感じなので、
どれくらいですかね、 10秒なのかそれくらいの感覚で、どれくらいですかね、10秒くらいの感覚でねデータを読み取ってるんじゃないかと思います。こんな感じで私の場合はね、この間のアプリのバージョンアップで逆にちゃんと動くようになりました。それまではね本当に全然動かなくて、こんな感じでですね、私の場合はアップデートされてからうまく動くようになりましたね。それまではですね、なかなかね歩いても反映されずに、なんかね1時間に1回とか30分に1回とかそんなペースのね感じで反映されていたので、結構ランニングしながら毎日ね20分から30分くらいランニングジョギングしてるんですけれども、その時にね全然だいたいそうですね3000歩くらい走るんですけれども、このシティウォークでいうところの、まあ、1回分くらいしかカウントされなかったりしてたんですけど、最近はですねさっき見せたようにねもう10歩ずつぐらいごとにちゃんとカウントアップされていくので、はい、もうアップデート以降はかなりね稼げてるって感じですね。こうかなりだから、この数字もアップデート後に結構50くらい稼いだって感じですかね。はい、なのでちょっと人によるのか、あとあれですかね、 iPhone のそのね、私は 10R 使ってるんですけども、11とか12、13とかその辺のハードのバージョンによっても違ったり、あとは OS とかも違うんですかね。はい、なのでまあ一応ね最新版でやっていただければ大丈夫だと思うんですけれども、はい、なのでちょっとね私の方はちゃんとバージョンアップ以降はむしろしっかり動くようになってますということなのでね、もし、うん、そうですね、やれることとしたらやっぱりバージョンを最新にするくらいしかないですかね。あとはやっぱハードが違うとちょっと挙動もね違ってくるかもしれないので、ちょっと私が答えられるところはこんな感じです。はいはい、ということでね、ちょっとね解決の回答になってないかもしれないんですけれども、私の方はねむしろアップデートでうまく動いてますというところをお伝えできたかなと思いますのでね、参考にしていただけたらと思います。はい、そしてこちらがですねチートムーンネットワークですね、いつもありがとうございます。ウェブノードマイニング、最近ログインできずマイニングもできない状態が続いています。チートムーンウォレットとノードパスワードをコピー&ペーストしてスペースなどがないかご確認いたしました。それでもウォレットアドレスが無効ですと表示されてログインできません。八野さんはログインできてマイニングができていますか？対処方法を詳しく教えていただければ幸いです、よろしくお願いします、と、はい、いうことですね。チートムーンネットワークマイニングなんですけれども、この動画撮った頃はですね結構よく止まりましたね。うん、だから1日何回もこう画面確認して止まってたらまたねやり直してっていうのをやっていたんですけれども、ここどれくらいですかね、2週間くらいですかね、はもうかなり安定してまして、もう全然ねなんですかね、やり直ししなくてもね、立ち上げ直ししなくてもうまく800CTM 溜まるまではもうノンストップでいけるという状態が続いています。私ね先週お盆休みで夏休みでね実家の方帰ってたんですけれども、もう1週間くらいずっとねパソコンそのままで再起動とかしなくてもちゃんと動いていたので、むしろ最近は安定しているので、はい、そうですね、私の方はしっかりマイニングできてます、むしろ最近安定してますっていうのが回答になりまして、そうですね、そもそもログインできないっていうところですね、これアプリとうまく連携ができていないと思うんで、ちょっと対処方法って言ってもね正直私の方では分かりませんっていうか、この動画で紹介しているやり方でできているので、もしだからそれでできないとなると、ちょっと運営の方にね連絡していただいて、まあ、こういう症状が出てますとね、アプリと PC が同期取れませんっていうようなことを、まあ、連絡して改善してもらうしかないんじゃないですかね。はい、ノードパスワードをコピー&ペーストしてもそうですね、アドレスが無効ですってなってるっていうことは、うまくやっぱり連携ができてないということなので、ちょっとねこればっかりは対処方法を私の方ではわからないので、運営の方に連絡していただくのが、はい、いいと思います。
はい、なのでまずですね、そうですね、私の方はこの動画で紹介しているやり方でちゃんとできてますっていうのと、あとねこの動画を撮った頃はかなりね1日何度も何度もこう再起動とか立ち上げ直したりとかねやっていたんですけれども、ここ最近はもうかなりね安定しているので、はい、まあ、この方の場合そもそも繋がらないっていうところが問題だと思いますので、その場合はやっぱりもう運営の方に連絡していただくのがいいんじゃないかと思います。はい、そして最後ですね、こちらがストリームコインのオーロラキャッツなんですけれども、同じくもらえませんでした。ディスコードでは騒いでる人結構いましたねということなんですけれども、このオーロラキャッツなんですけれども、かなりやっぱりねもらえてない人が多いんじゃないかっていうくらい、あのね私の YouTube のコメント欄にも、あと LINE アットの方にもね、もらえてませんっていうコメントの方が多いです。中にはもらえましたってね、ちゃんともらえましたっていう人もいるんですけども、圧倒的にもらえませんでしたっていうコメントの方が多いです。まあ逆にもらえた人はね、もらえたからコメントしてないのかもしれないですけれどもね、コメントするのはもらえてない人が多いから、もらえてない人の方が多いように見えるのかもしれないですけども、それにしてもかなりあの多いですね、こういうあの全員プレゼントのものでもらえてないっていうのって今まであんまりなかったと思うんですけども、このストリームコインのねオーロラキャッツはかなりもらえてないっていう人がいて、これってちょっと、うん、あの異常っていうかね、やっぱり運営側の対応ちょっとまずいんじゃないのっていうねのは思いました。やっぱりねどうしてもね1万人規模のプレゼントだと、まあ、何人かはもらえてないっていう人出てくるのはしょうがないとは思うんですけども、それにしてはねもう本当に10人20人っていう数字なので、かなりこれはね、うん、1人2人くらいだったらまあね、まあいてもしょうがないかって思うんですけども、10人20人とか数十人単位で申し込んだのにもらえないと、ね、いうことが起きてるっていうのは、やっぱりなんか運営のやり方ね、システムなのか、うん、問題があると思うので、ここはやっぱりね運営になんとかしてほしいっていうのが正直なところなんですけれども、意外とそうですね、あのディスコードの方私覗いてなかったんですけれども、テレグラムの方はあっさりね、まあ無料だからしょうがないかみたいな感じで皆さん引き下がってましたけども、そうですか、ディスコードの方は結構騒いでいったんですかね。はい、まあそうですね、あの社長 CEO のマイケルさんも結構ね、あのディスコードの方でいろいろなんか議論してくれみたいなことをね、よくあのテレグラムの方でも書いてあるんですけれども、そうですか、でディスコードの方でも結局騒いでるだけでなんか保証はしてもらえないって感じですよね、きっとね、うん、結構ねそう、うん、ストリームコインのね運営、あの考慮はしてくれるんですけれどもね、かといってあのなんだろうな、うん、まあ申し込んだ人ねもらえないっていうのは、うん、多分もらえないんですよ。私もねもらえてないんですけども、一方でですね、なんかね一応12日でしたっけ、12日までにあの配布しますで、12日で配布は終わってるはずなんですけれども、2、3日前にねあの YouTube のコメント欄の方にあの今見たらもらえてましたみたいな人もいたりとかですね、ちょっとねその辺もまだまだ配布続いているのかっていうところもちょっと微妙なところで、うん、まあ、なかなかそう、あのストリームコインのねこの対応はどうやらなんか手作業がかなりね多いみたいなんですよね。人海戦術でやってるみたいで、今ねこのDX の時代に人海戦術かよって思うぐらい、ちょっと何ですかね、うん、本当に大丈夫っていうね、この時代はもう IT とか DX の時代にまだ人で使ってシコシコやってんのっていうところがね、今後このストリームコイン、ストリーミングサービス、同時配信プラットフォームを作ってる先端、ね、企業だと思っていたのが、意外とやることアナログな人海戦術だったりっていうところがやっぱりちょっと気になってはいますね。はい、まあ、なのでもう本当にねこのオーロラキャットに関しては、うん、なんか消化不良っていうか、なんでねあの申し込んだのにもらえないのっていうところは、はい、皆さん、うん、
なんですかね、やりきれない思いだと思います。で一方でなんかね、ディスコードとかあとはツイッターとかいろんなアカウントの、ID を入力しなきゃいけないんですけれども、なんかねアットマークがあったらダメとかねいう記載もあったりして、ただですね運営のこう例に示してあったやつは全部ねアットマークつけて書けっていう風な例が表示されていたので、多分皆さんねそれを見て素直にアットマークつけて記入してたんじゃないかと思いますけども、アットマークつけるともらえないっていうことであれば、それはねやっぱり運営のフォーマットがやっぱりね分かりづらかったのが原因になると思うので、それを理由にね配られないっていうのは確かにちょっとね、やるせない気持ちにはなっちゃうかなと思います。だから結構ねやっぱりねストリームコインのこのオーロラキャッツに関してはね、皆さんかなりこう思い含んでいる人が多いんじゃないかと思いますね。もう あえてねこう騒いでは多分皆さんいないと思いますけれども、特にね私の動画見てる人はそんなに頑固な人はいないと思うので、まあしょうがないかで済んでると思うんですけれども、結構意外とねそれでもこう消化できない人はディスコードの方とかでねガンガンクレームを上げてったっていう感じなんですかね。はい、なのでちょっとね本当にもうこれに関してはね、せっかく私もね皆さんに紹介して登録していただいたのに、まあ結果的にもらえない人の方が多いっていうところなので、まあ詐欺ではないとはね思うんですけれども、やっぱりね人海戦術でやってるっていうところに、まあ何ですかね問題っていうか、まあ、ミスとか漏れとかがあるのかなと思いますね。やっぱりね IT 使って機械的にちゃんとやれば、うん、もっとうまくできたんじゃないかなっていうのが、はい、私の、はい、感想っていうか意見ですけれども、はい、残念ながらねもらえなかった人本当に残念ですね。まあ私も同じくもらえてないのですごく皆さんの気持ち分かりますっていうかね、あそこまでちゃんと入力したのにフォローしたのにっていうところですね。はい、まあね、まあ、そういうプロジェクトもあるんだということで、うん、まあしょうがないですね。まあこれがねやっぱり有料だったりするとかなりねクレームの対象にはなるんですけども、やっぱり無料なので、まあしょうがないかっていうね、まあ諦めるしかないかっていうところは若干ありますので、まあね暗号通貨はこれだけじゃないのでたくさんあるので、まあ、こういうのもあるかっていうところでねやっぱりこう割り切るしかないかなと思うので、はい、まあ、ただねやっぱりもらえないっていう人もかなりやっぱ多かったので、うんね、まあ、自分だけがもらえてないっていう、まあ、そういうふうに考える必要はなくて、むしろねもらえてない人の方が多いと、これはまあでもやっぱり運営のやっぱやり方ですよね。こんなもらえない人が多いエアドロップね、先着順の抽選だったらしょうがないんですけども、ね、先着順で皆さんしっかり、ね、先着で申し込めているはずなのにもらえてないっていうのはやっぱり運営にどこか問題があるというふうに私はね結論付けています。はい、ということでね、こんな感じで毎回ですね質問で長めの回答とか私のね意見をちょっと言った方がいいかなと思うものについてはね、こんな感じで動画ではい、お話ししていきたいと思いますので、引き続きねご視聴いただけたらと思います。ということでね、いつもご視聴いただきありがとうございます。今回の動画がね良かったよ、役に立ったよ、ためにやったよという方はグッドボタンとあとチャンネル登録ねよろしくお願いします。はい、でまたね何か質問とかあれば YouTube の動画のコメント欄もしくはあと LINE アットでも、はい、いいので、はい、連絡していただけたらと思います。